今回のブラディは広島、愛媛、香川、大分、熊本のコースです。初期の予定では TCX でしたが、今年デブルを購入いたしました。なので今回の 1100km ツーリングはデブルでのツーリングになります。トムカスニーさんと無事に合流、九州高速道路太宰府インターからのスタートです。前回のブラディでデブルの高速の運転コツが分かっているので、安全運転で一路を突き向かいます。平日の AM6 時じゃも少ない。二度と求めない境を越えた後で、約1時間ほど走り、北九州を抜けると九州脱出、関門橋を渡り本州です。今回のツーリングも初日天気に恵まれ最高の景観です。小月インターまで間もなくです。ドライブイン三千代、ここで朝食をいただきます。朝定食貝汁に鮭とおかずがついています。貝もたくさん入っています。大盛りもプラス料金で選べます。小月で一旦休止します。デブルの燃費は 40km ほどで、ここまでは目盛り一つほどでした。ここからは山陽道と山口道路を通り岩国までノンストップです。岩国に到着です。高速利用でしたので午前中に岩国までやってきました。やっぱ高速便利ですね。平日ってこともあり観光客もそこまで多くないのが良かった。往復310円で渡れます。渡ってさらにロープレイを使えば山頂にある岩国城まで行けます。古風な風景を感じ、今回は橋を渡るだけで岩国を後にします。錦帯橋を渡り、次なる目的地は宮島へ移動です。右側に見える島は宮島島の南部です。厳島神社は北部なので、あとしばらく北上します。宮島口駐車場へ到着。バイクはここだけ駐輪場があります。係の方が案内してくれます。料金は300円です。宮島上陸です。3年前に来た時は工事中で足場が組んでありました。今年は工事もなく鳥居が綺麗に見えました。ちょっと残念なのは館長で海に浮かぶ厳島神社が写真撮れず、これで初日は終了です。広島のホテルへ向かいます。少し早めにチェックインします。今回の宿泊先はバイク通話ができるビジネスホテルです。